チーム8メンバーが東西に分かれてバッチバチザテレビジョン撮影。12月19日日曜日の AKB48 チーム8の関東白書バッチ行為、毎月2回日曜夜11時30分から0時千葉テレではバッチバチ、本当に高いのはどっちだ、年またぎチーム8東西対抗8番勝負と題し、1月9日日曜日放送と2回にわたって年またぎの企画を行う。チーム8の仰天ユリナ、香川県代表吉田佳子、福岡県代表長野セリカ、大阪府代表藤園玲、鹿児島県代表服部優奈、岐阜県代表浜さゆな、滋賀県代表がゲストで登場し、関東メンバーの本田瞳、栃木県代表清水マリア、群馬県代表高橋彩音、埼玉県代表小栗結衣、東京都代表小田恵里奈、神奈川県代表左友彩香、山梨県代表と東西対決。チーム8の中では東日本扱いとなる岐阜県の服部は西チームで参加する。MC 鈴木拓、ドランクドラゴンは年をまたぐということは千葉テレの行く年来る年と思っても過言ではございません。曲を挙げてのビッグプロジェクト、ベストメンバーたちを煽る写真、メンバーたちを騒然とさせた小栗結衣のシャンパンコルク飛ばし。最初の対決はメリクリソリ引き対決、東チームは本田、西チームは藤縁がサンタとなってソリに乗り、トナカイとなった他のメンバーたちがソリ引いて、どちらのチームが早くゴールできるかを競う。両チームが対抗心むき出しにしたレースは映像判定になるほどのデッドヒートに。また、今年は放送されない大晦日の風物詩、絶対に笑ってはいけないをバッチ行為スタイルで実施。吉川七瀬、千葉県代表が披露する爆笑ネタを前に、メンバーたちが必死に笑いをこらえる。他、シャンパンや第9を使ったクリスマス、年末らしいものを使った対決が行われるバッチ行為ではおなじみの MC 吉川による読み間違いも飛び出し、鈴木が西メンバーに対し、どうだ、これがバッチ行為の MC だとアピールする一幕も。2021年最後の放送もスタジオは爆笑に包まれる。高橋彩音の高は正しくは、はしご高。ネクスト、初登場の浜さゆな、藤園玲、吉田佳子のコメントはこちら、2分の2。1、2位。